これは、和賀江島の、すぐ沖ですね。この辺には、藻がいっぱい入っています。今は海底もですね、砂地の部分とそれから、藻が入っている部分が両方ですが、この辺りがですね、今になるとここに、いわゆる、藻場ですね、藻の生えた場所、藻場になるんですが、最近このように ほとんど砂漠化してますね。下がもうほとんど砂場になってますね。こういう、長い藻もいっぱい生えて、藻でもここもパズルが焦げないような具合だったんですがね、どんどんやはり温暖化によって海が死滅していって、ここはだから魚が、産卵する場所だったんですね。産卵する場所だったんですが、30年前からこの辺りを見てますが、ほとんども今や藻が生えなくなっちゃう。ちょろちょろですもんね、こういうこの、長い海藻類がちょろちょろとしか生えていません。ほとんど死滅してしまいましたね。これが、和賀江島ですもんね。であちらの方が材木が由比ヶ浜、この正面に、アメリカがあってサーファーが、ね、やってますよ。太陽が来てくるんで暖かいですけどね。これが鎌倉湾の本日23日、午前9時半の状況です。